毎週水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフ。今回のテーマは、引きずる夏の疲労です。10月になって厳しかった暑さが緩み、過ごしやすくなってきましたが、季節の体調不良は夏の生活リズムが影響しているかもしれません。具体的な症状や原因、対処法などを医師に聞きました。記録的な暑さとなった今年の夏、過酷な夏も過ぎ去り、涼しくなって過ごしやすいはずの秋のシーズンに入りましたが、睡眠不足や疲れが取れないなどの症状が出ていませんか？特に今年は猛暑だったので、その間に食事を取る量が減ったりとかといったようなところで、体力が落ちている。その免疫力の低下っていうのは、やはり体力の低下によって起こってきている可能性があります。こう話すのは、盛岡市の中津川病院の院長で、内科と呼吸器内科を専門とする高橋進医師です。慢性的な疲労感だったり、それから食欲不振だったり、あるいは睡眠障害だったりというところになってくるんじゃないでしょうかね。夏にたまった疲れが秋に出てきて、体の中の栄養がアンバランスになると、倦怠感を覚えてやる気が起きなかったり、食欲不振に陥ったりするなど、いわゆる夏バテに似た症状が現れます。この症状に当てはまる人は、夏の疲労が蓄積している可能性があります。特に注意が必要な人は、夏に生活リズムが崩れてしまった人です。夏の習慣が抜けず、同じペースで水分や塩分を取れば、ミネラルのバランスが崩れて体調不良を起こしやすくなります。また夏場に冷房の効いた室内で過ごす時間の多かった人や、冷たい食品などを摂りすぎてしまった人も、内臓が冷えて胃腸が弱るため、食欲不振に陥りやすい傾向にあります。規則正しい生活っていうことになってくるのではないかなというふうに思います。食べる時間に食べて、それから寝る時間に寝て、起きる時間に起きてっていうところじゃないでしょうかね。また朝晩の気温差が大きくなるこれからの季節は、新たな疲れをためないためにも、寝る時の服装や寝具、室温にも注意が必要です。まあ暑いのにある程度慣れた体になっていますので、そういう中から特に北国の場合はぐっと冷え込みますから、その気温の落差ですよね、そういったものが体に対するストレスになると思います。例えば寝るときにちょっと厚めだからって言って、布団とかそういったものをかけないで寝る。でも夜間ぐっと冷え込んで、そこで途中で目が覚めてしまう。そうするといい睡眠が取れないですよね。疲労が取れずに次の日に疲労が残ってしまってということは起こり得ますよね。特に子どもは体温調節が苦手なので、暑さや寒さに対して寝具で調節するよう大人が注意するなど気にかけてほしいと言います。気温あるいは、着ているものの調節によって、なるべく、暑い時間帯には暑くなりすぎないように、逆に涼しくなる時間帯には寒くなりすぎないようにといったような、体温調節を意識した生活っていうのが必要になるかなというふうに思います。このほか、外の気温と5度から7度以上の温度変化があると体調不良になるので調整すること、消化に良いものを食べ胃腸を休ませる、そしてやはり大切なのは規則正しい生活をすることです。だるいっていうところが、その感染症なのか、あるいは寒暖差による体力低下なのか、区別がつかない場合があります。熱がなくても感染症といったようなこともありますので、症状が激しい場合には、特にその喉の痛みが強いといったような場合には、きちんと受診して、検査をして感染症がないかどうかということを調べる必要はあると思います。
なんだか今年は夏から季節の変わり目なく一気に秋になってしまったなという印象もあるので、ちょっとこのあたり気をつけたいですね。そうですね、まあ、体調不良に関しては新型コロナウイルスやインフルエンザといった感染症の可能性もありますので、疲労による体調不良と自分で判断するのではなくて、総合病院で検査をするなどしてください。はい、ここまで今週の元気丸ライフでした。